山寺です。今ですね、ホワイト梅田に来てます。結構ね、あの外れにあるんですけど、餃子屋台の荒木さんっていうねお店があって、これでめちゃくちゃ気になるんですよね。なんかね、土佐料理っていうか、カツオのたたきとかに、ね、あるんでね、ちょっとこちらで食べ飲みしてみたいと思います。今から行きます。荒木さん、はい、こちらですね、大阪のねホワイっていう梅田の中にある、餃子の荒木さんっていうお店に来たんですけど、すごく雰囲気良くないですか。これなんか、山寺好みの居心地が良さそうな雰囲気で、こちらね餃子以外にも高知のね、高知のなんかいろんな料理があるみたいなんで、山寺はカツオのわら焼きとか頼みましたよ。餃子も頼みました。ほんでね、お酒はね、栗焼酎のダバダの火振りロックでいただきたいと思います。はい、こちらですね、カツオのわら焼きのたたき、塩とポン酢があるんですけども、山寺は塩にしたんですけども、これ何、これ分厚すぎない、これどうせっちゅうのこんなで。ちょっとね、塩もちょっと粗塩につけて、これ高知のね美味しい食べ方っていうのは、高知の方の食べ方で、多分塩でね、高知の食べ方おかしいね、高知の方の食べ方塩で食べるらしいよ。前聞いたことあるね、これほんまかどうか分からへんけどね。カツオは塩で食べたら美味しいらしいですよ。いただきます。ちょっと塩ね、つけすぎたかな。まあ煮てみましょう。わらの香りがすごいするわ。うん、で山寺薬味もねつけなあかんやんね。で玉ねぎとネギとみょうが、これいただきますけど、すっごいわらの香りがします。あ、うまっ。うん、でダバダの火振り、ほんのりね、ほんのり奥の方で栗の香りがするんですよ。この焼酎、栗焼酎ですから美味しい。はい、今度はね、先にちょっと薬味をねあんまり乗せないで食べたんですけど、今回ちょっと塩を乗せて、でこの上に玉ねぎですよね。玉ねぎ、まあ、本来はポン酢っていう食べ方がね皆さん多いんですよけどね。でみょうがで、ニンニクね、もうこれ完璧ですね、フル装備ですね。ね、いただきます。フル装備のカツオのたたきです。うん、美味しいです。うん、やっぱりね、塩で食べるあのカツオのたたきはね本当に美味しい。というかね、自信がないと無理ですね。うん、ポン酢っていうのはもう大体美味しいじゃないですか。もう塩で食べるのがまた目打ちなんですよ。うん、うん、わら焼きのね香りが半端なくして、うまい。ダバダの火振りって多分高知の焼酎だと思うんだよね。なんかね、高知の焼酎に高知の食べ物が一番合いますね。間違いないと思いますね。うん、でここはね餃子も売りにしてるんですよね。餃子もちょっと焼き餃子も注文してました。まあ高知と餃子どういう関係があるか僕はあんまり分かりませんけども、とりあえず餃子注文してます。楽しみ。こちらですね、名物の焼き餃子です。焼き餃子、これね自分で調合するんですよ。まずね、酢ね、酢は山寺の場合はあんまり入れない、酢控えめにね。まあどれが正しいか分からへんよ、割合とか分からへんけど、ちょっとこれで醤油をちょっと、まあ、多めに入れてもあかんのかな。であとはラー油です。ラー油、
ラー油を入れて、これで、溶いてちょっとね、いただきます。ちょっと半分なんか揚げ餃子かなと思うけど、焼きやねんけどね。ちょっといただきます。いただきます。あ、めっちゃ美味しい。これ餃子ね、皮がね意外とこう柔らかいの、うん、でね、噛んだ瞬間に中からね美味しい肉汁が出てくるの。なんかね揚げ焼き的な感じ、揚げ焼きっていうの、うん、美味しいですわ、うん、あかんやんこんなん。これはやばいっすわ、酒が進むよ。またまたいいお店に出会えた感じがありますわ。山寺的にですよ、これ山寺的にですけどね、うん、最高。酔っ払ってます、うん。まあね、やっぱりねちょっと熱燗が欲しくなってきたんですよ。寒くなってきたんでね、これちょっともう軽く飲んじゃったんですけど、土佐鶴ですわ。土佐鶴ね、高知のお酒ですよ。と酒盗ですわ。酒を盗むって書いて酒盗。まずこの酒盗をいただきますよ。大根おろしがね真ん中に入ってます。これとね、土佐鶴いきますね。うまいですね。この酒盗のちょっとなんか辛塩味っていうの、塩味っていうの、うん、ここの酒盗また美味しいわ。あ、やばいな。うん、これはうまいわ。本当にちょっといい感じでね寄ってきましたわ。やっぱお酒っていうのはこういう、まあ、雰囲気も大事やけどもね、あても大事よね。うん、この酒盗って結構高知では結構名物ちゃいますね。高知名物の酒盗とですよ、高知のお酒土佐鶴ですわ。バッチシの組み合わせですよね、間違いない。でまだちょっと飲んでますけど、このダバダの日振りね、この栗焼酎ね、これも高知やけどもこれもまた美味しいわ。ロック、いやー今日はいいお酒飲んでますわ、自分の中ではね、うん、かなりいいお酒飲んでますけども、うん、もうかなり酔っ払ってますよ。酔っ払ったらビーム出します。山寺ビーム、ほんまに酔ってますわ。4軒目なんですよ今日、4軒はしごだけ、4軒ね。1軒目はどこだったかな、忘れてもうた。あ、赤垣屋さん行ったんですよ。で2軒目は大御所さんで、3軒目は直久さん。直久さんはね以前撮影したんでね、以前というか再現撮影したとこなんで、まあ撮影しませんでした。で4軒目が荒木さん、荒木さんね。ここはね本当にねいい雰囲気ですよ皆さん。ちょっとねよかったら来てみてください。意外と穴場ですわ、穴場、うん、いいわ。これもちょっと山寺なんか気に入りましたね。まあ、酔っ払ってますけどね、うん、はい。餃子の食べ方ね、皆さんいろいろありますやんか。例えば標準だったら酢と醤油とラー油食べますやん。あとなんか、まあ、最近というかここね結構流行ってるのが酢胡椒、酢胡椒ね、酢の中に胡椒を入れて食べるっていう、これ意外と美味しいらしいんやけど、山寺はねちょっと酢が苦手なんで、で、うちのアシスタントいわくね胡椒だけでも美味しいとか言うんですよ。胡椒だけですよ皆さん、餃子に胡椒だけ。ちょっと行ってみましょうか。これ餃子に胡椒だけで美味しいのかどうか分からない、ちょっと検証してみましょう。まあ、何でもねチャレンジャーね、チャレンジします。胡椒だけでいただきたいと思います。胡椒しか振ってませんよ。これでいただきます。あ、うまや、これ美味しいわ。あれ、なかった。皆さんね
一回試してみてください。胡椒だけ食べる餃子めっちゃ美味しい。あのね、あれですわ、タレにつけたらしなっとしてしまうんやけども、これだもうサクッと胡椒だけやったら美味しい。このまま美味しいですよ、マジで。今やってみてください。たまにはね、人の意見聞かなあかんなと思います。山寺ね、結構頑固なとこがあるんでね、意外と聞かへんねんけど、今日は聞きましたよ、ちゃんと。でもね、一回酢で食べてみます。酢ってその酢ちゃいますね、あの何もつけないで食べてみます。食べ比べ、いろいろね、味変が必要なんで。これはこれで美味しいけど、あのちょっとね、ピリッとなんか効かした方がいいと思う、スパイシーな感じをね。ということは胡椒ですわ、うん、うまい。でダブダブダの火ぶりね。あ、ロックやからきついわ。もうええ感じで酔ってますよ。割となんか酔ってますわ。まあいいやね、別にたまにはもうお酒飲むのは、酔うのはね、当たり前、当たり前だな。クラッカーですわ、わけわからんけどね。あ、でもこのお店ちょっと意外といいかも。なんか結構気に入ってます。落ち着きますわ、すごい、ほんまに。こちらですね、海鮮ユッケを注文しましたよ。これ見て、黄身を潰すとこから始まります。黄身を潰すとこね。うわ、タコとかサーモン、これサーモンかな、タコ、サーモン、あのハマチかな。あ、これは絶対美味しいわ、間違いない。ちょっといただきますよ。山寺が好きなね、サーモンのとこ、これサーモンいきます。皆さんサーモン、サーモンいきます。サーモン、海鮮ユッケのね、サーモンの部分いただきます。うまい、うまい。ダバダの火ぶり、うん、ダバダの火ぶり美味しいわ。そしてトサズ、最高、もう最高。今ねライブ中継しながら撮影してるんですわ。いいお店、もうね、今すでに4軒目です、4軒目、朝から4軒目ですね、うん。今ですね、餃子の荒木さんで飲み食いしてきたけど、ここは美味しかったです。かなり美味しいお店、いいのお店でした。カツオのね、わらのたたきとか美味しかったしね。もちろん餃子も美味しかったし、なんかね、揚げ餃子かなと思ったけど、ちゃんと焼いてるんですよね。それなんか揚げ方が絶妙というか、すごく良かったです。いつも山寺の YouTube 見ていただいて、視聴者の方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。では。